おはようございます。2023年6月12日月曜日午前8時24分を回りました。月曜の朝いかがお過ごしでしょうか。もうね、出勤通学してますって方もねいらっしゃるかと思います。今仕事が終わりました。皆さんお疲れ様でございました。はい、宮崎市今日はね今曇っているのかな、雨は降っておりませんけど、ちょっとこれからパラパラと9時ぐらいから2時間ほど雨が降った後、あとはずっと曇り空、明日火曜も曇り空で雨が降るような予報は出ておりませんね。はい、水曜日にちょっと晴れるっていう感じかな。はい、まあ、カラッと晴れるのは木曜日ぐらいになりそうな天気予報でございます。はい、今日でね私は62歳になりました。おめでとうございます。1961年6月12日午前6時20分ですね。はい、皆さんね自分が生まれた日はもうきちっと覚えていると思うんですけれど、生まれた時刻まで、きちっと覚えていますか。私はね、父親がね結構几帳面な、人物で、もうねあちこちにねいろんなことを記録するんですよ。まあ、メモにいろんなことを記録残しているんだけれど、ちゃんとね私の誕生日の日にね撮った写真の裏側に、午前6時20分というね日付も、きちっと、書いておりましたけどね。はい、ですんでね自分が生まれた時刻までねしっかりと、確認することができて、よかったなと思っているところでございます。なんとね弟もね同じ月の誕生日で、弟はね6月2日誕生日ですね。それでいつもね子供の頃から、誕生日のお祝いはもうまとめて、誕生日のね早い6月2日弟の方にね合わせてまとめてね誕生日のお祝いをねやっておりましたけどね。はい、まあねケーキ2個食べられると思ったんだけど、ケーキは1個でございます。まあ、ゴール的な、誕生日のお祝いを、ずっとやっておりましたけど、まあね成人してからというか大人になってから、まあねあんまりもお誕生日にときめくとか、そういったことはありませんけれど、まあ、両親がね亡くなってからはね兄弟2人で、まあ、自分たちの誕生日をねお祝いするってことをねやっております。今年もね6月の1日、毎週木曜日が弟が休みの日なんで、まあ、その日にね、誕生日のお祝い、おいしいものをね食べに行って、まあ、楽しい時間を、過ごすことができました。はい、今日はね、まあ、誕生日ということなんで、いつもの仕事をね早く、切り上げて、雨が降らない時間帯にねちょっと街の方に行って、いつものところでいつものものをね注文して、いつもの席で、味わおうかなと予定考えているところでございます。はい、まあね当然誕生日やってくるんですけれど、まあ、嬉しくもなく楽しくもなくってこともあるんですけれどね、やはりね何だろう、まあ、一年一年をねまた一日一日をね、まあ、充実して、前を向いて、楽しく過ごしていければいいのかなと思っているところでございます。まだね目標とか夢はねありますんで、まあ、それに向かってね、日々活動を続けていけたらいいかなと思ってます。まあね YouTube の活動をメインにして動いてるんですけれど、まあなんだろう、まあね夢としては、まあ、チャンネル登録者がどんどん増えて、あとお小遣いもね増えていければいいなってことはありますけれど、まあ、それが絶対的な目標ってわけではなく、まあなんていうかねランドマークっていうか、目指すものという感じの方がいいのかなと思うんですよね。まあ、何が何でも達成しないといけないっていうようなことになっちゃうと、まあ、義務感でねやってしまう。まあ、本来はね、楽しく行うはずの動画投稿がねなんか義務のようにやらなければいけないことになってくるとね本末転倒だなと、まあ、自分のメンタルヘルスにも悪いなと思ってますんでね、まあ、こうあればいいよねというような、
まあ抽象的な目標として捉えていければいいのかなと思ってます。あとこの1年間はね、アドビエクスプレスコミュニティブランドのねアンバサダーとしてね活動してますんで、そちらもね、まあ継続して活動ができるように楽しみながらやっていければいいかなと考えているところでございます。はい、ということで皆さんね、この1年間もどうぞよろしくお願い申し上げます。はい、ということで今朝の音声コンテンツの配信はこの付近で終わりにしたいと思います。皆さん今日もね、一日前を向いて楽しく明るく過ごしていきましょう。失礼します。